こんにちは。さあ豊さん、はい、ちょっとびっくりだったんですけれども、はい、三浦監督オースティンファーストで起用ということで。そうだな、外野じゃないんだっていう、まあ、やっぱこう投げるのに、はい、まあ、リスクを伴わない、はい、まあ、そんなにね、うん、まあ、外野って遠投になってくるから、はい、まあ、そうじゃない、ショートイニングで賄えるファースト、身長も高いしね、はい、まあ、そうなるのかなっていう風な感じがするよ。ファーストは、まあ、外選手がいなくなって牧選手をファーストに、はい、持ってきたりとかね、豊さん、まあ、構想ではね、はい、俺の中はね、はい、そうですそうです、まあ、まあそうだけど、うん、まだ動かすのは時期早々ということで、はい、まあ動かさないんだろうな。ですね。まあまあオースティンを使いたいって言うんだったらファーストだと思うけど、うん、でオースティン選手は実はね、去年また、鎖骨の右の鎖骨の何かの切除術、術何かしら飯入れてるよね。そうなんですよね。なのでなんかそういうのもあって、例えば遠投とか、まあ、もちろんもちろんだから、まあできるだけ負担のかからない、はい、それがファーストだったんだろうねっていうのもあるのかもしれないですね。まあ確かにね、まあ、使う構想としたら、うん、まあ、いなくなる構想もあるからね。もう2年間騙されてるから。そうですよね。まあ、だからまともには信じられない。まあ半信半疑っていうところは、ね、そう、うん、だけど、まあ、いるといないのではさ、うん、やっぱいい時のオースティンがいてくれたら、うん、それは打線は助かるよね、はい、もちろんそうですよ、ね、うん、だから そこで使おうとするんだったらファーストということ。いろいろまあ大変だよ、 DeNA も。確かにどの選手がどこのポジションになるかによって全然また構想も変わってくるでしょう。まあそうだね、まあ、そんなに大きく動くっていうことはないと思うけども、例えばキャッチャーで言えば山本を中心でいくのか、うんうん、まあ、それとも伊藤を中心でいくのかとか、うん、まあ、いろんなことがあるよね、うん、まあ、それも競争だって言えば、まあ、それまでなんだけど、一つやっぱ形を作ってあげないとさ、うん、でまた二軍ではその、まあ、成長している松尾がいるというね、はい、で松尾を上げた時にはどうするのかとか。そうですよ、一応はその主戦は山本でいくのかなっていうような感じはするよね、まあ、今期の構想。そうだね、だからファーストは、うん、まあ、オースティン、はい、セカンドは牧、うん、まあ、ここら辺はね動かさないし、はい、で宮崎がいる、はい、サードに、まあ、じゃあショート誰にするみたいな。ショートはどういう構想で。いやだから一応林で行こうとはしてると思うんだけども、うん、林がダメだった時のため、うん、林は1番で起用だけども、はい、次に来る例えば森とか、うん、まあ、大和とか京田とか、これ1番タイプじゃないからね、まあ、森は少しは1番タイプかもわかんないけど、はい、林が抜けるとまた打順が大きく変わっちゃうなとか、うん、そうですよね、まあ、いろんなこう準備が必要だよね、はい、まあ、危機管理を考えるんであれば、まあ、林っていうのは1本で行こうと思ってるかもわかんないけど、1本じゃいけないからね、なかなかね、うん、まあ、悪かった時のため、怪我のため、うん、そういうことでいろいろ考えておかなきゃいけないし、2番手は誰なんだとか、3番手は誰なんだとか、うんうん、やっぱちょっと考えておかないとね。でも思い当たるものがなかなかいないんだよね。確かに9番しのぎだったら大和十分やってくれる、はい、年齢的に考えて年齢さっぴいたら、うん、それは大和が一番安定してる、うんうんうん、ショートはね、まあ、だけど、まあ、代打の切り札とか、うん、勝負強さ、それを考えたら大和は置いときたいよね。そうですね。あ、いやだからここら辺のショートっていうのもやっぱ簡単ではないということだよね、うん、あと外野の来季の構想って、あ、今季の構想だから、オースティンがファーストやるんだったら佐野が必然的にもう外野一本になるし、うん、そうですね、で渡来取ってるし、どうするんだろうなっていう、まあもちろん競争だろうけども、じゃあ渡来センター持っていくかとか、でもセンターになったら桑原関根がいるぞ、はいはいはい、でライトは太田がいるぞ、まあ、そこにも桑原関根が回ってくるぞみたいな、はい、まあ、梶原とかもいるしさ、はい、なかなかやっぱ難しいんだよね。しかも外野のバックアップの方が結構人数いるっていう感じですよ。そうだな、いやもうこれは桑原にしたって関根にしたって、はい、まあ、梶原はその2人の実績から比べるとちょっと落ちるかもわからないけども、はい、でも非凡なものあるしね、はい、まあ、そうなってくると外野は競争になってくるよ、はい、内野だよ結局ね、ショートしか競争するところがないという。あの宮崎選手がそうするとシーズンフルフルでは難しい、そのバックアップメンバーというふうに考えるとさ、うん、なかなか難しいよね。いないですよね、うん、まあ、宮崎タイプはね、そんななかなかいないかもわかんないけども、うん、じゃあサードがしっかりできて、うん、まあ、ある程度宮崎の代わりをこなしてくれるような選手っていうのはなかなか育ってない、うん、それは牧にしたってしかりだよ、はい、うん、オースティンにしたってしかり、うん、だから佐野を持ってきて外野を開けてみたいなことになってくるよね、はい、だから非常に難しいと思う、ですね、これからね。野手陣、ピッチャー陣は
まずバウアーがまだ決まってないっていう、バウアーね、三浦監督に聞いたらもう本当に報道されてるそういうことしか我々もわからないって言ってたよ。まずはやっぱメジャーを探してなければ日本を考えるっていうような、うん、まあ、そういうことを言ってたんで、うん、なかなかやっぱ難しいよね。バウアーバウアーが先発にいるかいないかで中4とか中6なのかで変わってきますよね、うん、みんなローテーション、まあ、それは変わってくるし、やっぱローテーションの組み方も変わってくるし、うん、あの時期に来てすぐ10勝したからね、まあ、まあそうかそうか、まあ、最初はね癖とかこんないろいろあったから球種が バレてて打たれたけど、それを直してからはそう打たれることっていうのはなかったからね、うん、だから、まあ、いるといないとじゃ大きいよ、全然変わってきますよねコース。だからバウアーと今永で17勝ぐらいしてるんでしょ、うん、昨年ね、まあ、それが全部消えるという、はい、まあ、こうなってくると誰がいるかそこなんですね。いやそしたらもう小園とか、はい、まあ、そういうところかなっていうふうには思うけど、ね、うん、誰かその中継ぎから先発に持ってくるっていう感じではないっていうことですよね。上げてくるとしたら上茶谷だろうな。あでも上茶谷は三浦監督言ってたけど、うん、もう本当にあの子が中にいてくれると助かるって言ってたよ。じゃあ動かせないですね。あだからなかなかな、ただ先発もやらせてみたいなっていう気持ちはあると。あるけども中にいてくれると本当にね助かるんですって言ってたから、まあ、なかなかな、 そうですね、そこが難しいかもわからないけども、うん、まあ本当にいなかったら上茶谷なんかは、まあ、先発させてあげるといいかなっていうふうに思うね。ですよね。あとバウアーが本当にシーズンの最初からいるのか途中から合流してくるのかで枚数も、あ途中からっていうことはそんなないんじゃないですか。うん、早々に決まりそうな感じはするよ、うん、まあ、2月ちょっと入るかもわからないけども、うん、やっぱ彼もキャンプやらなきゃ不安だろうし、そうですよね、まあ、チームが変われば変わったで、うん、早く選手の顔を見たいだろうし、うん、だからそれは近日中だというふうには思ってるけどね、うん、あと後ろです、これは、まあ、そうだな、そうですよね、まあ、一番いいのは安明がやってくれるのが一番いいよ、うん、それはねコールがある、ね、9回に誰に代わって山崎康明、はい、球場の雰囲気が一変するもん。そうなんです、ね、やっぱこう盛り上げ方というかさ、うん、まあ、チャーリーシーン知らないでしょ。知ってます、映画俳優ですよね。知ってますこの人があのメジャーリーグの映画、はい、あの時に、まあ、描いたようなことをやってくれるよね、うん、そしたらやっぱこう相手としても嫌だし、うん、だからまあ一番はそうなんだけど、うん、今これも競い合わないとね、信頼はあるんだろうけども、うん、安崎が打たれてもこれは安崎が打たれたんだったらもうしょうがないって、うん、もう諦めきれるピッチャーではないよね、はい、もう、そうです、今はね、だからまあそういう信頼を勝ち得るか勝ち得ないか、うん、まあ、そこに今俺はかかってると思うけどもね。今の状態ではまだまっさらな状態ですか、抑えは。いや、まっさらだろうな、抑えにしては。だから山崎康明投手ありきではないってことなんですか。違う、去年ね、やっぱ森原はよくやってくれたと思うけども、じゃあ森原が打たれた時にみんな納得かっていうとさ、まだそこまででもないと思うんだよ、はい、まだこれは一線だな、並んでるんですね、うん、みんなが納得するようなことを作り上げていかないとな、まあ、特にピッチャーは抜けていった、まあ、エスコバ投手もそうですけれども、抜けていった投手が多い分、入れるチャンスがあればあるんですけれども、あるといえばどういう構想でいくのかな。まあでもね、中川とかね、宮城とかこの若手もね結構成長してきてるんだよね、中継ぎで、うん、だからこの一角を先発に回してもいいし、はい、すごく三浦監督も昨年ね度胸よく、えここで、うん、その若いのも来るみたいな、はい、まあ、阪神戦、うん、だったけどね、ノーアウト満塁だったかな、まあ、それを抑え切ったからね、2人でね、うん、若いピッチャーで、だそういう使い方経験も、はい、まあ、三浦監督がこううまく指してるしね、うん、だからそこら辺がこうつながってくるとね、去年が今年につながってくると、はい、まあ、そんなに痛手はないかなっていうふうには思うけどね、まあ、やっぱりね阪神みたく、はい、昨年ゼロ勝、はい、大竹村上、うん、これで20勝以上上げたわけだから、そうです、ね、やっぱね優勝の条件ってやっぱそういうところにもあると思うよね。そういう投手とか選手が出てこないと、出てこないと、
だからヤクルトが優勝したら奥川がもう推薦ごとく出てきて、そうです、ね、負けなかったというね。そうですよ、うん、だからまあそういう投球もしてくれたし、はい、奥川がね出てきた時はだからまあそういうなんかこうポッと出てくる人がやっぱいてくれるといいなっていうふうに思う、うん、ニューヒーロー、ニューカマーみたいな。まあそうだね、まあそれが小園であったりね、はい、まあ、中川であったり宮城であったりとか、うん、まあ、そういう風になってくれるとありがたいねって思うよね。そうですね、まあ、DeNA 三浦監督がね今季どういう風な構想、どういった選手たちを使いながら戦っていくのかっていうのも、うん、まあ、ちょっとね注目というか。だからもうキャンプはもう競争だよね、はい、もう全部、うんうん、だから渡来が入ってきて明るくなったとか言ったって、うん、おちゃらけてて勝てないからね。まあ、そうですね、やっぱりね勝負に入った時にはああいう笑顔とか明るさいらないから、うんうん、本当に肝が座るか座らないかだから、はい、あ、だからまあそこら辺はやっぱりよく考えて、うんうんうん、やっぱ先輩たちは肝座ってるよ、小原田にしたって関根にしたって、うんうん、あれは二人プロ人だからさ。そうですよね、うん、だからまあそこら辺のねいいところも学んでほしいなっていうふうに思うし、はい、だから結構面白いよ。お、今年までいい。いやいや、あの面白いっていうのは競い合ってね、はい、誰が勝ち取るか、うん、ね、これは見ものだと思う。はい、はい。